カトルカールパウンドケーキはバターケーキの一種。小麦粉、バター、砂糖、卵をそれぞれ1ポンドずつ使って作ることからパウンドケーキと名付けられた。フッツブルターニュ地方、イギリス発祥の家庭向けのケーキ。フランスではカトルカールといい4分の4の意味。これも小麦粉、バター、砂糖、 卵の四つの材料を同量ずつ使うことに由来する。発展型として、レモンピールで香り付けし、レモン風味の糖をかけたト腐という同種のケーキも焼かれている。イギリスでは18世紀初頭に、この種のケーキがレシピ集に登場し始める。当時はケーキを膨らませる技術の過渡期であり、新たに登場した卵で膨らませるケーキの中でも、パウンドケーキは、 定番として定着した。初期のレシピは材料を攪拌する時間が現代では考えられないような長時間に設定されているレシピも珍しくなかった。材料費もイースト仕様のケーキに比べ効果になるため上等なケーキとされた。現代のパウンドケーキは様々な進化を遂げ中でも型の違いによって味わいも変わると言われている。主に以下の素材を使ったパウンドケーキ型が 一般的である。さらに、それぞれの素材に対して加工を加えることで、アルミの熱伝導性とシリコンの型離れの良さが実現するなど、理想的なパウンドケーキ型も登場している。パウンドケーキ型の素材や種類について、ありがとうございます。